かです。今回パッセについてやっていきます。で、パッセの基本的な動き方についてはもちろん、パッセのこのつま先の高さをシュッと上げるためのトレーニングもお伝えしていっています。ぜひ最後までご覧いただいて、より美しく綺麗なパッセを作っていけるように一緒にトレーニングしていきましょう。ではまずは基本的なパッセの動き方についてですね。股間からスタートして、この足クルピエを通って、つま先だけが軸の足を滑り上がって、滑り降りていくというのがパッセの動き方となっています。大事にしていただきたいのは足の方向ですね。股関節を引いた足首、つま先、この4点が必ず一緒、ターンアウト、外に開いた状態をキープさせていきます。いきなりこういうことが起きて、バラバラ事件起こってしまわないように、必ずお膝向いてる方、股関節向いてる方、全部同じようにして、お尻の時もね、ガクッと足首折れてしまわないように気をつけながら、下ろしていくところまで必ずこの4点を揃えていってください。その次、上半身の四角形を必ず守ってください。鎖骨、肩のラインと骨盤ですね。そう、こうやって足、お膝が上がっていくにつれて、こうやって逃げていってしまう、脇がならないように、しっかり四角形をキープさせながら、パッセの動きを行っていけるように、ちょっとこれは鏡でしっかりチェックしながら厳しく動いていきます。で、そのパッセはここに来た時に気をつけていただきたいのが、座骨、右と左の座骨のレベルが一緒であることを必ずチェックしてください。結構こうパッセ上がってる方がこっちに上がりやすくなってしまうんですけれども、必ず座骨が一緒になっている状態を目指していきます。と、そしてそのつま先の高さについてですね、膝下、膝上あたりを持ってくるイメージです。この高さの決め方は、このターンアウトできる力と、この内ももの力が必要になっていきます。よくパッセしていくときに、こう外ももとお尻でグッと持ち上げる人、ちょっと無意識にこうなっちゃいましたけど、四角形を保ちたいですよね。こういう風にお尻とこの外ももで上げようとしないように必ず気をつけます。このパッセから上がっていくときに、ひゅっと後ろのももを前にぐーっと持っていく感じです。本当こう筋肉の流れをこうしっかり意識させながら、内ももぐーっと持ってくる感じです。膝下よりももっと上に上げたいなと思ったら、この内ももをキュッと上げていくようにしてください。そう、もうすごいしんどいと思います。絶対にこの外ももとここのお尻で絶対にやらないように気をつけます。で、そんなところに力どうやって見つけるんだろうっていう方よく質問いただくんですけれども、こうやってまっすぐパラレルで立っていただいて、こう足をパスしたい足の方で曲げます。お膝が前がないように、お膝とお膝をしっかりと合わせた同じレベルにしておきます。で、そこから膝下だけをキュッと上げていくと、なんかこの内もも、ここにすごい力がヒュッと入ってくるところきっとあると思うんです。お尻抜けないように気をつけてくださいね。ここにヒュッ、そう、で、ここにちょっと印をつけておいていただいて、よいしょ、ここからヒュッ、ここにもできてもまだ力を入れておきます。で、それをターンアウトさせた時に、ここがキュッとなんか力がしっかり使えているところを見つけていってください。そこでグッとつま先をひょいと上に上げていきます。もう一度おさらいです。
パラレルにして足をここに持ってきて、はい、膝下をキュッと上げた時に入った力見つけました。はい、それをそのまま力やめないでやめないでやめないで、はい、ターンアウトさせて、ここでグッともう一回膝下を上に持ち上げるようにすると、すごいここにあの力が入ってくると思うので、そこがいつでも使えるように5番からスーッとパーって入っていった時に、ここキュッ持ち上げるようにしながらちょっと動いていてください。先ほども言ったように絶対お尻外ももで膝下につま先を、膝上につま先をグッ持っていかないように、内ももの力で必ずつま先曲げていってください。さあ、そしてやっぱり軸足大事ですね。そう、いくら足グーって綺麗にパーセ上がってても、軸の足がふわふわってしてるとやっぱりバランス取りにくかったりだとか、なんか不安定に見えてしまいますよね。軸の足パーセ上がっていくときに、グーっとこの床のもう一個下に向かって足をグッと押していくようにする、半面パーセがグッと上がっていくような感じです。そうで、次下ろしていく時も押し続けて体を上に引っ張り続けて、5番に降りても落っこちないところにしていきます。もういち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 軸の足と体がグッと伸びていく感覚を見つけていきます。目安としてはここの内ももから足の付け根、おへその奥を通って首の後ろまでグッとつながるところ、そして足の裏、親指小指土踏まずかかとでグーッと床を押せているところを見つけて、全身頭のてっぺんまでがつながりながら縦上と下にグッと強くなっていけるところ、これ1個は上げて落ちないようにしながら5番にしまっていく。次ももう1回パーセ入っていくときは、さっきよりもう1個上に上げるぞって思いながら、軸の足もぜひ強くしていってみてください。美しく見せるポイントですね。やっぱりつま先最初の動き出し、このピエ、このなんかクオリティの高いままにスーッとくどピエに入ること、これがやっぱり一番大切なことだと思います。必ずこのヒューッと軸の足になんかちょっと絡みついていくようなくどピエを作って、でそこからこの膝下のターンと続けて滑り上がっていって、滑り降りていく時もここからしっかり回しながら回しながら回しながら5番に入っていく。もっと最初のこのクドピエに持ってくるここのクオリティをしっかりと意識させながら、パッセの練習さらに美しく見えるように頑張っていきましょう。最初の動き出し、軸足に絡みついていくようにしながらパッセへと動いていきましょう。お尻や外ももではなくて内ももでキュッとつま先を引き上げます。パッセでこの軸の足をグッと踏みしめる感覚、上半身へつないでいく感覚を見つけると、普段のバーレッスンでも活かしていくことができると思います。ぜひ足をパッセ上げながら軸足も強くしていってみてください。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。ちょっとなんかパッセで使う筋肉、ここを使ったらいいなって分かっていただけたら嬉しいです。ぜひチャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ズームレッスンやリクエストのお申し込みは概要欄にあるお申し込みフォームから受け付けております。ぜひそちらの方もチェックしていただいて、お気軽にお申し込みを問い合わせください。それではまた。